サッカーが大好きな人はもちろん、サッカーに詳しくない人も楽しめる番組、それがキックオフサンイン。鳥取島根のサッカーを全力で盛り上げます。さあ、今週も始まりました。キックオフサンイン、ナビゲーターの岡村翔子です。この番組はガイナーレ鳥取をはじめ、サンインのサッカーにまつわるさまざまな話題をお届けする地域密着型サッカー応援番組です。それではまずはこちらです。ハイライト J3 リーグ第4節、ガイナーレ鳥取はアウェイで岩手ブルージャ盛岡と対戦しました。スターティングメンバーはこちら。前節から二階堂に代わって丸山が入りました。今シーズンまだ勝利がないグリーンのユニフォームガイナーレ、序盤から積極的に攻め込みます。かなり高い位置からのプレッシャーをかけていくガイナーレ、シュートを狙ってきた。パスから常安のシュート、さらに前半13分、このボールを拾ってアタック、常安から縦に出す、東出が行く、東出のシュートはキーパー大久保に当たっている。素晴らしい抜け出し、東出壮太。そしてそれに対してまず常安からのアタックがありました。常安から、そしてこの東出、背番号15番、至近距離でのシュートは右の二の腕あるいは肩に当たったでしょうか。大久保です。あ、右の手で触れています。再三にわたってゴールに迫りますが、得点することができないガイナーレ。前半28分、抜くいのコーナーキック、マイケルボール、クロスバーに当たった、こぼれ球、押し込んだ、シュートは決まった。先制点はガイナーレ鳥取、こぼれ球を瀬瀬ひろとが押し込みました。まずこのコーナーキック、クロスバーに当たって跳ね返ってきたところを瀬瀬ひろとが押し込みました。さあ先制点、先制点が生まれています。しかしこの試合がホーム開幕戦となる岩手も負けられません。オタボケです。そして大和に預ける、大和ダイレクトで折り返す、ゴール前ヘディングシュート、こぼれ球、シュート持ち込めるか、小松切り返す、狙っていく、瀬瀬がブロックしました。しかしコーナーキック、攻めた岩手、守った鳥取。ガイナーレがゴールを守りきり前半終了、1対0で折り返します。そして後半17分、押し返して今度はフリーで小沢、岩手のディフェンス、深川大輔粘る、シュートできた、決まった、2点目、ガイナーレ鳥取が奪い切りました。カウンターから最後は小澤秀敦の個人技、今シーズン初ゴールを小澤が挙げました。深川大輔が行ったところをかまして、そして角度、厳しい角度からでしたけれども左足、小澤秀敦が振り抜きました。さあ2対0、鳥取今シーズン初の複数得点、大きな2点目を鳥取が奪っています。ガイナーレが追加点を奪い、今シーズンの初勝利が見えてきますが、そのわずか1分後、一旦キーパーまで下げるガイナーレ鳥取、途中出場の深堀、前線からのプレス、しかしここで奪う、右里が右足、決まった。
テクルージャ盛岡、桜庭奈からのパス、瀬瀬のところを新里狙っていました。そして右足冷静に決めました。狙いすましたシュートがゴールの左隅。さあ1点差にした岩手グルージャ盛岡、なんとしても勝利をつかみたいガイナーレ。大きくここは大城慶が押し返します。エリアの外、大久保と深津というところ、ちょっとここは選手がかぶってしまった。そしてシュートは決まった。3点目が入りました、ガイナーレ鳥取。田中の2試合連続ゴール、大きな大きな3点目。相手のミスをガイナーレ鳥取は見逃しませんでした。大久保とそして深津というところ、田中翔太冷静にボールを奪ってから左足で流し込みました。前節プロ初ゴールから2試合連続のゴール、田中翔太。キリからロングフィード、オタボーケネスに通る。しかしシュートまではいけない。ここでタイムアップのホイッスル。岩手グルージャ盛岡対ガイナーレ鳥取、3対1、ガイナーレ鳥取今シーズン初勝利を挙げました。今シーズンリーグ戦初勝利です。試合を振り返っていただけますか。入りからみんな、まあ、チーム全員で方向性合わせて勝利に向かって戦えてたと思うんで、まあ、結果がついてきてよかったなって感じです。リーグ戦始まったばかりです。どのようなシーズンにしたいですか。まあ、目標である J2 昇格目指して1試合1試合戦っていけたらなと思います。ガイナーレ鳥取の第4節終了時点での成績は1勝2敗1分け、暫定10位となっています。ガイナーレ鳥取の選手の素顔にとことん迫るこのコーナー、牛田円選手です。よろしくお願いします。お願いします。岡山県出身、地元の IPU 環太平洋大学からガイナーレ鳥取に加入した大卒ルーキーです。プロの環境はどうですか。そうですね、大学とか今までやっていた強度よりもやっぱ高くて、まあ、やっぱ環境も素晴らしい環境が揃ってますし、昼ご飯とか出るのですごく助かってますね。お、今までずっと実家だってなんで弁当作ってもらったりとかしてたんですけど、一人暮らし初めてなんで自炊とかもなるべく、はい、お母さんに聞きながら。どんな料理を作るんですか。結構胸肉使うことが多くて、胸肉でチャーシューとか作ったり、そういうのは結構教えてもらってて美味しかったんで、もう週に 2,3 回はそれしてます。サッカーを始めたきっかけは何ですか。2つ上に兄がいて、はい、で兄が先にサッカーをしてて興味があって練習に行ったら楽しくて、そこからサッカーを始めましたね。お、うん、お父さんがサッカーされてたんですか。いや、で野球が多分もともと好きだったんですけど、自分とか兄がサッカーするようになってからサッカーを見出すようになって、多分今自分よりサッカーの試合見てるんじゃないかなっていうぐらい好きです、ね、ちなみにプロ決まった時っていうのは、はい、ご両親の例えば反応とかどうだったんですか。両親と自分で抱き合いましたね。その時の様子を詳しく教えてもらいました。とそのガイナーレの方から電話をいただいて、夜の多分9時ぐらいだったと思うんですけど、でもその時家にお父さんもお母さんもいたんで、多分2人ともめちゃめちゃドキドキしながら自分が電話出た後の第一声を聞くの待ってたと思うんですけど、決まったよって言って、で自分のところに寄ってきてくれて抱き合いながら。そうですね、お母さんは泣いてましたね。ですよね。
すごいな。なんかお祝いみたいなのとかしたんですか？あ、でも焼肉みんなで親戚とかも入れて行ってって感じですね。こうしてガイナーレに加入した牛田選手、指導日の会見では新加入選手が一人ずつ挨拶する中、一番最後となりました。結構先輩方とかがガンガンが先に喋っていって大取りっていうような形でしたけど、ね、初会見どうでした？めちゃくちゃ緊張しましたね。なんか最後っていうのもあったかもしれないですけど、なんか自分の心臓の音が聞こえるぐらい緊張して考えてはいたんですけど、コメントをやっぱちょっと噛んじゃったり緊張しすぎてそういうのはやっぱありましたね。自分のストロングポイントである左足のキックと攻撃の起点となるパスを供給することです。応援よろしくお願いします。名前の由来も教えていただきました。N さんというこのお名前、珍しいと思いますか？はい、まあ由来としては、はい、まあ、人から応援されるような人になってほしいっていう意味が多分込められたと思ってて、はい、まあ、サッカーをやってると応援してくれる人も多かったと思いますか？そうですね、すごい周りの人から応援されること多かったですし、まあ、結構縁って呼びやすいって結構いろんな人から言われてたんで、はい、じゃあ名前でずっと呼ばれることが多かったんですか？そうですね、もう今はウッシーって呼ばれてるんですけどこっちに来て初めてウッシーって呼ばれるんで、はい、今まではずっと下の名前でしか呼ばれたことなかったんで、はいはい、最初は違和感ありましたけどもう慣れましたねこの呼び方については以前の放送で松木選手も、牛田円とかだと円って覚えてたらなんかウッシーって呼んでくださいそっちなんだみたいなこの呼び方になった訳は、一番最初にガイナーレ鳥取に練習参加させていただいた時に、はい、長谷川アリアジャスール選手がウッシーってアーリア選手が、そうですね、多分アーリア君は覚えてないかもしれないですけどではここで牛田選手が今欲しいものトップ3。自分の欲しいものはベッドとスパイクとお金です。お、なぜこの3つを選んだんですか？まずベッドは、まあ、まだこっちに来て敷布団で寝てて、やっぱサッカー選手は睡眠が大事だと思うんで、まあ、より気持ちよく寝れるためにもベッドがいいかなって思ってベッドにしました。2つ目スパイクは、まあ、やっぱいっぱいあるに越したことはないんで1回に10足ぐらい変えたらいいなって感じですね。うん、こだわりみたいなのはないですか？こだわり、小学生の時からアディダス使ってて、なんでもアディダスのスパイクしか履いてこなかったんでアディダス一択ですね。では最後、お金はその、まあ、例えばですけど整体に行ったりとか自分 の、 そのパフォーマンスを上げるためのお金の使い方をしたいなって感じですね。初めてもらうお金は例えば何に使いたいとかそういうのあったんですか？ご両親に何か送るとかは、でも、まあ、ご飯行く機会があったら自分のお金でご飯行ったりしたいですね。牛田選手の素顔情報をファイルしました。ここからは私ガイナーレ鳥取広報の森がお伝えします。 GO! 広報部。ガイナーレ鳥取にまつわる耳寄りの話、意外な話など選手や試合以外の話題もお伝えしていきます。今日の企画はこちら、来週は野人開幕戦。来週3月31日日曜日のバンラーレ八戸との対戦は米子市のオールガイナーレ野人スタジアムで開催される野人開幕戦です。八戸戦は境港市ホームタウンデイ、境港市にお住まいかお勤めの方にはホームタウンデイ特別チケットとして
バックスタの自由席のチケット2300円を特別優待価格の1000円で販売いたします。試合当日、ご住所やお勤め先が証明できるものをお持ちになって当日券売り場にお越しください。また試合当日はイベントも多数ご用意しています。スタジアム横フットサルコート特設リングでは鳥取ダラズプロレスを開催。今回もホームゲームに闘魂注入、スタジアムを熱く盛り上げていただきます。高校生以下を対象にキッズプロレス教室も開講します。レスラーたちとプロレスのリングを体験してみませんか。さらに毎試合実施している抽選会、子どもでポンや選手サイン会なども実施します。イベントの詳細はガイナーレ鳥取のホームページからご確認ください。野人開幕戦、ぜひスタジアムに足を運んでいただき、共に熱く戦いましょう。鳥取、島根の皆様のご来場をスタッフ一同お待ちしております。3月31日日曜日午後1時キックオフです。以上、ガイナーレ鳥取広報の森がお伝えしました。2024明治安田 J3 リーグ、ガイナーレ鳥取の次の試合は YSCC 横浜とアウェイで対戦します。今日の午後2時キックオフです。さあ、ここまではガイナーレ鳥取の話題を中心にお伝えしてきましたが、山陰にはサッカーに情熱を燃やす人たちがまだまだたくさんいらっしゃいますよ。ということで、ここからは躍動山陰サッカー。先月18日、米子市の旧品コミュニティ広場でバンベル鳥取のトレーニングマッチが行われました。バンベル鳥取は2000年に発足、鳥取市を拠点に活動しているサッカーチームです。学生や社会人など10代後半から30代後半まで幅広い世代の選手が所属しています。2017年に鳥取県サッカーリーグトップリーグで初優勝して以来、中国リーグへの昇格を目指して戦ってきました。そして去年の11月、バンメル鳥取は決勝戦でインディゴ FC 山口と対戦、2対0で勝利。7度目の挑戦で悲願の中国リーグ昇格を果たしたのです。今シーズン中国リーグ開幕に向けて行われたトレーニングマッチでは試合を3本行いました。黄色のユニフォームバンメル鳥取は2勝1分けと順調な仕上がりです。昇格を決めた瞬間、チームの雰囲気とかどうでした？そうですね、やっぱり、ずっと目標にしてきたことだったんで、来年こそは来年こそはと言い続けてやってきたんで、やっぱりとても言葉では表せないというか、やっぱり感慨深いものが、はい、ありました。いよいよ初の中国リーグですけども、意気込みをお願いします。やっぱり僕たちはチャレンジャーなんで、まずは絶対に残留するというところ。中国サッカーリーグ開幕戦は今日の午後2時キックオフ。バンメル鳥取は広島の強豪福山シティ FC とアウェイで対戦します。福山シティ FC には昨シーズンガイナーレに所属していた吉井裕介選手、そしてガイナーレから期限付き移籍をしている西尾響選手も在籍しています。ぜひいい試合を見せてください。応援しています。去年6月から島根県各地で行われていた JFA 公認 B 級コーチ養成講習会が今年1月に終了しました。これは監督やコーチなどのサッカー指導者を養成するためのものです。ライセンスを持っていなくても子どもたちのコーチをすることは可能ですが、講習会で学ぶことでより質の高い指導をすることができるのです。
JFA の指導者ライセンス制度には D 級から S 級までランクがあり、 B 級ライセンスを持つと国体チームの監督をすることが可能です。 A 級は JFL の監督、そして S 級はプロの監督をすることができます。講習会は前期6日間、後期5日間、試験期3日間の日程です。1月の試験期では指導実践や筆記試験、口頭試験などが行われました。指導実践では岩見智翠館高校サッカー部協力のもと、実際に生徒を指導しコーチング技術を磨きました。指導実践の後はチューターと呼ばれる講師らと共にディスカッションを行い、指導の質を高めていきます。 B 級を終えていろいろ学ばせていただきました。コーチングだったり、トレーニングメニューだったり、オーガナイズの部分、選手たちにどのように伝えればいいのか、たくさん学ぶことができました。今後は、今のこの B 級に満足せずに上の級をしっかり目指して、浜田の地域の子どもたちをしっかり育てていきたいなと思います。いろいろな学びがあったので、まだまだ自分のレベルが低いことが確認できました。まあ、今後、姉妹のレベルを上げるためにもっともっと自分のレベルも上げて、姉妹のレベルも上げていきたいと思います。これで全日程が終了。終了者には JFA 公認ライセンスが付与されます。さあ、ここからはサッカーキッズが挑戦するキックターゲット。5点、10点、30点、40点、50点の枠を狙ってシュートしてもらいます。シュートチャンスは3回、合計で何点取れるかな。相田優雅です。30点30を取りたいです。1球目は何点狙いますか。強烈なシュートでしたが、惜しくも枠を外れます。じゃあ、ゆう2球目何点狙いますか。30。おっ、おっ、狙いとは違いましたが、なんと50点をゲット。3球目は30です。力んでしまったのか、ボールはバーに当たって後方へ。3球の合計は50点でした。山栗で50いきました。どうですか、50点取れて。嬉しいです。将来の夢は何ですか。サッカー選手のキーパーになることです。どれも鋭いシュートでした。プロのゴールキーパー目指して頑張ってください。サッカーが大好きな人はもちろん、サッカーに詳しくない人も楽しめる番組、キックオフサイン。来週も鳥取、島根のサッカーを全力で盛り上げていきます。お楽しみに。